今日が断酒の844日目っていうことで、はい、お酒やめて2年以上経つんですが、今ちょうど台風が来ててね、もうどんより、重だるいというか、ちょっと呼吸も苦しいかなみたいな感じがするんで、はい、ちょっと短めなんですけれど、今日ね、ちょっと耳の痛い話で、はい、あんまりシリアスなトーンになっちゃうとね、しんどいもんですから、なるべくですね、さらっといきたいんですけど、これアルコール依存症になりやすい人っていうね、まあ、そういういくつかの、特徴っていうのがありまして、その話をしていきたいと思います。で、最後に僕がですね、そのアルコールをやめるきっかけになった行動っていうか、はい、まあ、自分で思えばですよ、あの行動がきっかけだなっていう、やめるためのね、いいきっかけになったなっていう話を1点だけしてね、はい、終わりたいと思います。じゃあ早速なんですけど、まあ近年ね、まあいろんな研究進んでるじゃないですか。そんな中でこうアルコール依存症になりやすい人っていうのはズバリどんな人かっていうと、まあ、これはもう今の日本のね、世相を大いに反映してるんですけど、ズバリね、何だと思います？アル症なりやすい人。これはね、まあそうだろうなっていう感じなんですけど、まあ端的に言うとね、高齢者です。はい。で、高齢者は若年層に比べてですね、まあ少量の飲酒でも血中アルコール濃度上昇しやすいんですね。で、中枢神経にも影響を受けやすいということなんで、その若い頃に比べてね、アルコールの量増えてないと言っても、やっぱ高齢者になるとアルコール依存症になりやすいということなんですね。はい。なんで注意が必要ですね。はい。で、これよくね、あの人、何、酒癖悪いよねっていう話するじゃないですか。まあ、なんていうの、その、アルコール依存症だとか、要はその、酒癖悪いとかね、いろんな性格的な傾向っていうのがあるのかという話なんですけど、で、これ昔はですね、アルコール依存症になりやすい人っていうのは、逃避的で非社交的な人ですね。わがままで規範にとらわれない人。これ俺じゃんっていう思ったんですけど、これほとんど俺だなと思ったんですけど、はい。で、小心で完全を求めがちな性格な人。まあ、いわゆる陰キャっぽい人ですね。と言われてきたんですが、なんですよ。ですが、しかし現在ではね、それ以外の性格の人にも多く見られますと。こういった性格の人がアル症になりやすいわけではないと。いうことなんですね。だから性格的な傾向で言うと、こういう性格の人がアルコール依存症になりやすいというのは、現在ではないと。性格傾向というものでは、決まってないということなんですね。はい。あんまり性格は関係ないということですね。ほぼほぼ人間って環境で決まるっていうところで、自分がどこにいるか、どういうポジショニングでいるかっていうことで、行動とか結果が変わってくるっていうことなんですよ。だから性格はあまり関係ないということで、はい、確かにね、逃避的な人とか、非社交的な人っていうのは、お酒に逃げ道を求めちゃいがちですけれどね。まあ、僕もそうだったんですけど、はい。で、わがままで規範にとらわれない。まあ、めちゃめちゃ自由人っていう意味ではね、あ、これ俺だなと思ったんですけど、でもそういうことでもないらしいと、最近ではね、言われています。性格はあんまり関係ないよと。いうことなんですね。はい。で、依存症になりやすい人の特徴ですね。はい。アルコール依存症になりやすい人の特徴ですね。これ性格とはまた違うんですけども、自尊心や自己肯定感が低かったりですね、低いね。で、不安障害、うつ病などの精神的な課題を抱える人っていうのは依存症になりやすい傾向がありますと。依存物質や行動は、これらの精神的な課題を一時的にですね、軽減する手段として用いられることがあります。まあ、ほぼ全てがそうじゃないですかね。はい。で、環境的要因、成長環境や社会的な圧力が依存症のリスクに影響を与えることがあります。まあ、すなわち環境だと。特徴としては、まあ、自尊心、自己肯定感低いっていう方ですね。まあそういう方はちょっとやばいよと。これよくその犯罪者に多い傾向もね、よく言うじゃないですか。その極度に自尊心が低いとか、極度に自己肯定感低いとかね。そういう人もやばいとか言うのと、まあちょっとまあ似たような特徴が出てきちゃうんですけれどね。はい。でですね、このアル症になるきっかけで多い
ことなんですけれども、まあ、きっかけですね、ですね、これはまあ人生の中で辛いことってたくさん起こると思うんですけど、誰でもですね起こるんですけれど、例えばこう親しい人との離別ですね、はい、近しい人が亡くなられたりとかですね、ご友人亡くなったりとか、まあ、そういった、まあ、親しい人との離別、あるいは失職ですね、まあ、リストラなどの強いストレスや退職などもあの依存症を形成する、大量飲酒のきっかけになりますということで、はい、またうつ病ですね、不安障害、不眠、摂食障害、PTSD といった病気の人は、いわゆるですね、自己治療としてアルコールを利用することがあり、依存症の形成につながることがありますと。これ今ね、いくつかあったでしょ、うつ病とか不安障害とか摂食障害とかで、僕が当てはまるなと思ったのは不眠なんですよ。で、俺飲んでた時に酒飲まないと寝れないって言ったんですよ。で、実際その飲んでた時っていうのはお酒飲まないとね、朝まで一睡もできなかったんですよ。だからほとんど酒は寝酒だったんですね、睡眠薬みたいな感じで。だからこのアルコール依存症になるきっかけのにバッチリ当てはまりますよね、不眠というのがね、はい。まあ、実際僕もそのね、テストをするともうあなたアルコール依存症ですという結果が出るくらいなんで、はい。まあ、僕の場合はこの当てはまるのは不眠かなっていう感じがしました。飲む量ですね、毎日飲むのはアルコール依存症ですかと、まあ、ほとんどの方がね毎日飲むんじゃないかなと思って、かなりですねお酒好きで飲んでる人が1日休肝日を設けるのってめちゃくちゃしんどいんですよね。で、僕もその40過ぎてからやっぱ毎日飲みすぎてたんで、たまにこうもう1日だけね、もう1日だけどうにか今日飲まなかったよと、で次の日ね、その普段の倍ぐらい飲んじゃうんですよ。要はリバウンドしちゃうんですよね、酒の量が、はい。だからね、これ必ずしもね、その休肝日がいいと俺は思えなくて、飲んでた時はね、はい。だからその毎日飲むのはアルコール依存症ですかという、こういう質問あるんですけど、毎日飲むからといって必ずしも依存症とは限りませんと。むしろその中途半端にね、今日酒やめようみたいな、ね、休肝日みたいなの設けて、そこからリバウンドしてさらに増えていっちゃう方がやばいんじゃないかなと俺は思うんですけど、はい。ただし飲む量や飲み方によりますということで、はい。毎日飲むとね、お酒を依存症になりやすい飲み方の一つであることを覚えておいてくださいと。アルコールには依存性があるので日々ですね、まあ飲んでしまうと、まあ脳が慣れてしまうと、以前と同じ量では酔いを感じられなくなっていきますと。耐性ができてやっぱりだんだん増えていっちゃうというのがね。だからこのずっと飲む量変わんない人っているじゃないですかね、もう日本酒1合だけだとかいう人は結構毎日飲んでても意外と平気なのかもしれない。僕は逆にもうどんどん増えていったんで、はい、やばいなと思ったんでやめたんですけど、はい、やめてもう2年以上経ちますけれど。で、アルコール依存症の行動パターンっていうのは、これ例えば毎日飲むとかね、飲酒量とか飲む時間とかね、いろいろあると思うんですけど、アルコール依存症のね行動パターン、これ怖いんですけどね、隠れ飲みですね、はい、隠れ飲み、これ一番やばいって言われてますね。で、まああまりねちょっと重たい話になっちゃうんですけど、今年の5月にね、まあ痛ましい事故がねありましたよね。トラックの運転手が実はそのまあ飲酒運転をしていて、事故を起こしてね、で、まあ相手の方が亡くなってしまったというね事故がありました。はい、これ実は僕の地元なんですよ。で、その運送会社っていうのも結構有名なっていうか大きい運送会社なんで、その運行管理とかねチェック体制に抜かりがあったとは思えないんですよね。で、必ずそのアルコールチェックとかね、ドライブレコーダーも車内に回ってますよね。で、その運転手の人はでも酒飲んでたっていうんですよ、事故を起こしたトラックのドライバーで。これいわゆる隠れ飲みですよね。だからもう完全なアルコール依存症だったと思いますよね。で、あれだけチェック体制が厳しくて、しかもそのプロのねトラックのドライバーで、運行管理とかも抜かりがなく
ってどこで飲んでたのかなっていう疑問がねあるじゃないですか。これもう隠れ飲みとしか考えられないんですけど、例えばそのトラックの荷台とかね、カメラ映ってないとこでとか、あとはそのまあ例えばね、大型のトラックとかだったら、その仮眠するこうなんていう運転席の後ろに、仮眠をするほら、仮の寝る場所あるじゃないですか。こうカーテン引けてね、ああいうとこの下に置いてあったとかで、カーテン閉めちゃうと多分映んないとかね、ドライブレコーダーに、車載カメラに映んないとか、そういう形であの隠れ飲みっていうのをおそらくしてたんじゃないかなと、まあこれは分かんないですけど、はい。で、要はその依存症の行動パターンとして一番やばいのが、まあ、隠れ飲みですね。はい。でですね、あのアルコール依存症の前兆としてはやはりですね、初期症状として飲酒量が増えることと、これはまあ絶対言えるんですけど、まあ、僕の場合だとやっぱり20代ってあんまり変わんなくて、30代ちょっと上がってきて、40代入ってガンと上がったっていう感じですかね。はい。だこの飲酒量が増えることが一番こうアルコール依存症の初期症状として顕著な例だということで、はい。アルコールに対する耐性が形成される以前と同じ飲酒量では酔いが回らなくなると。で、精神的なストレスを解放しようとして飲酒量が増える方と、で、ほろ酔い気分が快感で飲酒量が増える方など、飲酒量が増える理由っていうのは人それぞれなんですが、はい。まあ、要は耐性ができてしまうので飲む量がどんどん増えてくるということなんですね。これ、はい。そんな中でですね、はい、アルコール依存症は何歳が多いですかと、これ男女によってね違うんですけど、はい。で、アルコール依存症で入院する患者さんですね、これ男性は50代がピークですということなんですよ。で、このチャンネル見てる人ってほとんど50代の男の人が一番多いんですよ。だからあのもしも断酒してる人であればね、あの当てはまらないかもしれないですけど、もしお酒飲みながらね、このエンターテイメントとして見てる人もいると思うんですよね。だそういうあなたもしかしたらねやばいかもしれないです。はい。アルコール依存症で入院する人、男性ではね50代が一番多いです。はい。で、これ女性に至ってはねもう意外なんですけど、なんと30代ですね。30代の女性が一番アルコール依存症で入院する人多いんですって。はい。で、女性は男性よりもアルコールの分解速度が遅くですね、もともと体質的にアルコールに弱いためアルコールの影響が出やすい、それも早く出やすいってことなんですね。なるほどね。こうやっていろいろね、考えてみると、まあ、いろんなデータが分かったなという、アルコールのね、はい、依存症なりやすい人の特徴っていう、ちょっと重たい話をしてみたんですけれど、最後にですね、僕はそのアルコールお酒やめるきっかけとなった、まあ、原動力となったね行動なんですけど、考え方っていうよりも、まず行動だったんですけど、あのね、まあ、このチャンネルとかでそのお酒やめますって公言したんですよ。で、あの人間のやっぱその性格として、あの自分自身にこう嘘をつけないっていう、その性格があるんですよね。なので、あの公言してしまうとですね、自分に対しての約束でもあるんで、それは守んなくちゃならないなっていう行動に出るのでですね、はい、あの先に言っちゃったんですよ。あの失敗するかもしれないけれども、少なくとも自分に対しては嘘はついていないぞというそういう状況に自分を置いたんですね。あのそれは結果的にですね、あの断酒をできることになったんですね。はい。で、もし本当にやめる気がなかったらですね、多分公言しないと思うんですよ。はい。だから今一番有効なのはやっぱりそのカミングアウトすることだと言われてますね。もちろんその僕みたいにね、名前も顔も出して YouTube で言えとは言わないですけど、例えばそのアプリとかね、まあそういうので、要はその自分で記録するとか、はい、少なくとも自分で自分自身に対して契約するってことですね、約束するっていうことが実は一番大事ですね。はい。まあ、もちろんそれが公表できればですね一番いいんだと思うんですけれども、
はい、その中で今日はアルコール依存症になりやすい人という話をね、断酒844日目ですね、お話ししていました。はい、ありがとうございました。